ここでいいのかな。はい。おい、すいません。牛丼並みお願いします。うん、決まったよ。はい、皆さんこんにちは。ピカです。バイオハザード4、やっていくよ。はい、ここ射撃場に来ております。何ですか、あなた。ん？何ですか？ああ、ちょっとやってみましょう。はい、まあ、A、B、C。あ、2A っていうのもあんのか。まあ今ね、A しか取ったことない。うん。うえ、あ、2B、え、2B。2C、2って何？ 2 って何？あ、なるほどね。これで、あの、選ぶっちゃうことか。ステージをね。リロード。ポン、パン、ピン、チョン、パン、あ、はい、はい、はい、すいません。ポン、ピン、はい、はい、あ、すいません、すいません。パチ、ポチ。で、海賊って、うわ、まだこれ撃ちたい。うわー、リロード海賊撃って水兵さん撃っちゃったらマイナス点みたいですね。うん、ああ、じゃあ今度こっちやってみようか。初めてだけどね。これ、え、順番にいろんなステージで できるんかと思ったら違うんか。また、これ初めてだな。ちょ、で、ライフルだと？ちょ、あれ、樽撃ってもダメなの？やべ、よし、リロード、ライフルかい。ポン、パン、重なってるとこ、ズーム機能忘れてた。くわ、重なってるとこ、うわ、 B かい。重なってるところをなんだろう、まあ一通りやってみっか。まあ C までだけどね。次どんな感じ。なんだそれお前。うわ、撃っちゃった。分かってるよ。お前これ。おい、リロードかい。次どうすんの？どうくんの？どうくんの？どうくんの？どっから来るの？あ、こう重なってるところを撃てないんだ。くわー。うわ、ほんとかい。なんだよお前。誰お前。15秒。え、終了？え、取れねえな。まあ、いっか。でも、面白いな、これ、結構ね。あ、マシンガンなんだ。これ、誰？これ、誰？悪者なんだ。悪者なんだ。
あ、マシンガン面白い。リロード。うわ、撃っちゃった。くっ、よけ。え、俺も信じられない。よし。オッケー、取った。もうこれでいいわ。よし、行こう。何ですか？何ですか？行きましょう。で、これでなんかするみたいよ。銀か金のトークン3枚で1回チャームを抽選できる。金のトークンを多めにするほど珍しいチャームが手に入りやすくなる。まあまあ、金を3枚入れれば一番いいっちゅうことやね。まあ今銀しかないけどね、でなんか特典で私はなんだよな、あんまり嬉しくないなんか特典でね、私ハンドガンのチャームを手に入れたんですけど、なんでお前なの？どこにあっかわからないんだよね。どうやっていいか。小さい頃行った遊園地みたいで懐かしくなっちゃった。ねえ、本当に行こう。行こう、アシュリー。そう、ボタン押して。押して。押さない？じゃあ俺押す。ああ。お仕事だ。へえ。ああっと。そしたら。まだメダルとかそんままなんだよね。マシンガン面白いな、面白いな。で、これ武器商人助言、改造はさらなる高みへ。ああ、まああれか、まあ限界突破いうやつか。質のいい工作機械が手に入った。これからはもっとえぐい改造ができるぜ。あんたの銃はもっと強くなれる。もちろんそれなりの手間賃はいただくがな。はっはっはっは。興味があるなら声をかけてくれ。わかった。いやいやいや、そしたらなんとかこの武器ロア限界突破いけるんか。何から、ちょっと待って、トレード4。お宝だぞ。金じゃとても買えない。アガハーブな。結局アガハーブ見っからなかったね。売却。チェス版？え、チェス？どんな物も大歓迎だぜ。売却専用。これ取ったんだね、俺ね。1、2、3。で、これ、うわ、いっぱいくぼみある。よし、これはいけそうやね。でも、わかった。これ、そしたらとりあえず売却して、で、これを組み合わせて、OK。これで売る。よし。そしてね、修理な。コンバット修理、これ修理絶対いる。楽勝だ。で、購入でアタッシュケースあったんだよ。3万6000いける。これいっとこう。よし。で、気になる限界突破、改造修理、これロアいける？いける。よし、送信数もいける。送信数いっとこう。限界仕様。あ、なるほどね。
これまた全部やったら限界仕様いけるんや。やれ。改造ってのは根気と努力がいるんだ。これはちょっと金足りんの。まあまあ、弓いっぱい撃てるようになったぞ。よしよしよし。そしたら、ちょっとセーブしとこう。OK。そしたら、ここにギミックトレジャーか。これかな？これやな。で、こっち行かなければいけないようですね。ならば、違うかな？こっちかな？こっちっぽいな。こっちっぽいな。まあいっか。とりあえず、後ろ行って、左な。おな、メダル、オッケー。なんかある？ある。よっしゃ、素材得る。ラッキー。で、線香作っとこう。線香ね、だいぶ使ったからね。よし、これで OK で、こっちは OK。 こっちにトレジャーある。あ、こっちなんだ。あ、行けないのか。ほーん。で、こっちにトレジャー、あれかな、これやな。まあまあ、ナイフより弾の方がいいわ。 OK。 で、トレジャー取った。で、あっちにメダルある。待て、ここになんかある。何もない。階段の上？この上も行けるんや。これは？壁にもマークが。壁にもマークが。これのマークか。はあ、なんか顔はめるんか。顔と角もだね。あ、ネズミ。スピネル3個ね。城の一角に住み着く、すべて駆除。どこだろう。ここ行ける。どっちが正解なんだ。まあ、こっち、目的地こっちだから、こっちはまあいろいろアイテムあるっちゅうことか。まあとりあえずメダルをね、あった。オッケー、これで2つ。さあ、ならこっち行って。あ、ミミズじゃない、ネズミ。でっけえミミズだわ、これ。ちょ、どこ行った？どこ行ったの？あ、いた。止まれ、止まれ、止まって、止まって、止まって。ルートを来て、このルートを来て。ここに、ここに。ちょ、アシュリー、お前おい、あー、ちょっといける。すまんな、マウス君。今度生まれる時はミッキーマウスに生まれ変わるがよかろう。晩餐会です。蛇の像か。ああ、
ああ、なるほど。あれ、角じゃなくヘビか。ヘビだぜ。ここは食堂らしい。はあ、座らせるっちゅうことか。またちょっと違う感じになってるんだ。いろいろアイデアがあるもんですね。はいはいはい。これ何？タケノコ？分かった。全部タケノコ食べてるの。あなたの任務っていつもこんな感じ？まあ今回みたいな愉快なお供は初めてだ。それ褒めてるの？さ、どうだろうな。どうだと思う？これ関係ないの？これはとりあえずメダルあるな。後ろにある。は、赤ハーブあるぞ。赤ハーブある。これだ赤ハーブ。よっしゃ、よし。で、青メダル、どっかここら辺だぞ。どこにあんの？あった。ちょ、お前危ない。横切るな、お前。ヘッドショットやんか、お前それ。これでどこ座らせればいいかをどう考えればいいんじゃどう考えればいいんじゃ。写真あったけど、まあ、2つの写真だね。あ、そっか。こういう風に並んでるやつを俺とアシュリーで座ればいいんだ。フォーク、ナイフと、ワイン、まあ、ワインとパンと、そして、これ何これ？何もないところ。わかった。ワインとパン。ワインとパンダが、これちょっと位置が違うな。ナイフ、まあナイフたち外側にあったような気がする。これは2本しかないな。これも違うっぽい。これなんか一つの候補だよね。何もないやつ。お前とりあえずここ座れ。いいよ。これナイフが 2あるね。ナイフが2、こっちは2だね。22だから多分あれでいいんじゃないかな。でこれはまあ位置違うけど、ワインと、まあ、ナイフフォークたちが3本、そしてパン、位置は関係ないのかな。じゃあここかな。パンあるし、ここでいいのかな。はい。おい、すいません、牛丼並みお願いします。レオ、決まったよ。当たりを引いたな。決まったぜ。どこちょっと、あ、ここか。なんか出ないよね、これね。一応あのこれしといて、でオッケー、まずは一つ食堂 OK で、ここ行けたらここ行けるっちゅうことかな。じゃあ次はこの下、ここはいいからこの下行ってみるか。もう行けないよね、ここね。よし、系っぽいですね。
これをそしたらまずどっちにはめるか。じゃあまあ自然にはまってくれるのかな。左がヘビのあれだね、左の角みたいとこがヘビだね。でライオンとあのウサギちゃん、わかった。ここで使う。あ、自然とやっぱはまってくれるんだ。うん、じゃあこの上ちょっと探索してみる。こっちは開くの。あ、いた、あ、いた。あ、絵画の真似。ひー、俺下行きたい、ちょっと下行きたい。ここな。いや下もっとなんかちょっと鬼畜そうだな。トロッコやんか、トロッコやんか、トロッコやん。乗れるんかこれ。これまさか戻れるとか。あ、乗れる。お気遣いどうも。お気遣いどうも。そろそろ着きそう。うん、これお城の中か。わあ、これ何この道。あ、開かなかったとこやね。よしよしよし。でもまあ城以外はもう戻れないんだね。わかったわかった。こっちは OK。うん、ここが、あ、あれ、あ、こういう感じか。んじゃあまあそうだな、ここ行くときと、まあここと、ここ行くときとっていうか、ここはあのトロッコの道か。分かった。じゃあ戻ってくる必要まだないな。分かったよ。来てくれ。オッケー。そしたらこっち行くか。あっちにもそしたらおそらくあるんやろね。あっちかあっちかね。ズームして、ここにあるぞ、メダルあるぞ。どこだろう。こっちか。もう一個あっちの、あ、うん、見えないな。ね、あった、ここか。よっしゃ、いける。うん、鎧がある。防弾チョッキ代わりにならない。防弾チョッキ、あんた来て、あんたが来て。残念、似合いそうなのにね。ガンパウダー、これ何の間。あー違うかな。あ、ここでこれか。これはちょっと
首都波乱ありそうなところやな。小さな鍵、小さな鍵どこにあったかな。ギミックのなんかここにあったよな、下にね。オッケーオッケこれ違うか、これだよね。この四角いやつどこにあるんだろう。じゃあ違うな。うん、分かった。はい、それではね、今回はちょっとここで一時区切ります。ではまた次回この続きやっていきましょう。またね。